お疲れ様です。今日の晩ごはんは残りのささみと野菜きのこたっぷりの焼肉風の炒め物とあとし焼きうどんこれは一人前ですでタレは味ぽん大さじ1杯にしましたそれにサバ納豆えお味噌汁サラダ で、豆腐でーす。でな、あとバナナでーす。で、足らなかったら、サバの缶詰食べようと思ってます。でも、これは最後にします。えー、次の城ヶ島、5日、行くことにしました。5日、5日か6日が休みだったのは知ってたんですけど、あのー、いつだかちょっと忘れてて、メモるの忘れてて、で、シフト確認したら5日でした。えー、金曜日。 ままた行ってきます。そして猫ちゃんたちにいっぱいご飯と愛情をあげてきますではいただきます